サモス島は、エーゲ海の東部、トルコ沿岸にあるギリシャの島。トルコ語名は、スイサム島。ギリシャ神話の主神、ゼウスの聖祭である女神、ヘイラーの生まれた島とされ、彼女を祀った、神殿遺跡は1992年に、サモス島のピタゴリオとヘイラー神殿として、ユネスコの世界遺産に登録された、エピクロスやピタゴラスの生まれた島でもある。 サモス島の衛星写真サモス島は、エーゲ海東部にあり、アテネから東へ、約 250km、レスボス島から南へ、約 175km、ロードス島から北西へ、約 190km、イズミルから西南へ、約 80km の距離にある。トルコの沿岸に位置しており、両者を隔てる海峡の幅は最も近いところで 1km ほどである。 東西4 3トル、南北1 9トルの山勝ちな島で、最高峰は標高1 4 3 3ルのケルケテウス山。地域に含まれる人口1000人以上の都市、集落には以下がある。サモス県は北エーゲ地方に属する行政区である。カリクラティス改革によってイカリア県が分離したため、現在のサモス県はサモス市一市のみからなる。 サモス市は北エーゲ地方、レスボス県に属する基礎自治体である。レスボス島全体をその地域とする。現在のサモス市はカリクラティス改革に伴い、サモス島の4自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。下表の 休日対名欄は、無印が、ディモス、印が気の手たの名を示す。ありがとうございます。